僕なりのウイニングイレブンのならこうしますね。はいどうも、3度目の向山でございます。ついについに開幕ガンバ大阪戦やってきますよ。早いところじゃね、もう明日開幕なんですね、鳥栖神戸戦。まあそれでですね、今年 J1 に上がったところなんですけれども、それでもやっぱりね、優勝してほしい、せめてACL 圏内には入ってほしいということでですね、僕なりにですね、できることをしようと思いまして、ちょっと見てください、近くの神社で厄払いのお札を買ってきました。こっちにはね、ついに神様がつきましたからね、今シーズン確実に全勝するでしょう。大丈夫ですよね、任せましたよね、大丈夫ですね、全勝優勝。あなたにね、1500円、こっちは払ったんですからね。お願いしますよ。全勝。これで開幕勝利は確実となりました。が、ですよ。やはりね、いい攻めをして、いい守りをして、そして勝ってほしい。ということで、今から勝手に開幕スタメンを予想したいと思います。今出てますね。いろんな報道をまとめますと、4-3-3。こんな感じですね。下からですね、ランゲラック選手、そしてディフェンスラインが右から宮原選手、菅原くんに、そして新外国人の宝舎選手、左サイドバックが秋山選手で、ワンボランチに小林選手ですね。そして前目に長谷川アーリアジャスール選手で泉選手、スリートップが青木選手、ジョー選手、ガブリエル・シャビエル選手。こんな感じだと思うんですよ。しかしですね、ディフェンスラインがね、合流して間もない選手が多いのでね、ちょっとね、若干の心配はあるんですよ。なのでですね、僕なりのウイニングイレブンのならこうしますね。開幕というね、重圧があると思いますので、センターバックコンビを去年からね、慣れ親しんだ、くしびき選手とワシントン選手に変えまして、そして、ゴールキーパーを大ベテランの、奈良崎選手に託す。どうでしょうか、皆様。僕ならね、こんな感じにしますね。どうでしょう？